普段どんな風に過ごしているのかも教えてください。はい、当園は豊富な大自然の中にありますので、外でお友達と思いっきり体を動かしたり、ダンゴムシなどの虫探しをしながら楽しんでいます。はい、玄関にいましたよね。はい、違う。そうなんです、ね、あとカブトムシの幼虫も置いてあります。そうなんですか。はい、じゃあそういった生き物たちの姿も様子も見ながら、はい、いろんなことを楽しんでいるんですね。はい、そうです。何歳ですか？6歳です。好きな遊びは何ですか？鬼ごっこです。大きくなったら何になりたいですか？ユーチューバーです。5歳です。好きな遊びは何ですか？鬼ごっこです。大きくなったら何になりたいですか？仮面ライダーです。6歳です。好きな遊びは何ですか？レゴブロックです。大きくなったら何になりたいですか？電車の運転手さんです。5歳です。好きな遊びは何ですか？モノマネです。モノマネ？何のモノマネするの？大吾とか仮面ライダーのやつとか、うん、いろいろできるんだね。すごい。では大きくなったら何になりたいですか？レスキュー隊です。5歳です。好きな遊びは何ですか？鉄棒です。大きくなったら何になりたいですか？消防士です。5歳です。好きな遊びは何ですか？ブロックです。大きくなったら何になりたいですか？ショベルカーに乗りたいです。5歳です。好きな遊びは何ですか？一人ゲームです。大きくなったら何になりたいですか？ドーナツ屋さんです。5歳です。好きな遊びは何ですか？パズルです。大きくなったら何になりたいですか？警察官です。5歳です。好きな遊びは何ですか？ブランコです。大きくなったら何になりたいですか？看護師です。皆さん、今日歌ってくれる歌は何ですか？フラダの公園の歌です。はい、花沢こども園ぞうこみの皆さん、さようなら。